1年間の勝率上位者が集って戦われている SG ボートレースダービー2日目の攻防を変わりまして第5レースが展開されます。新海渡る菊池光平、浜野谷健吾、関博弥、矢野蓮司、茅原優希という対戦メンバー6人登場です。初戦は2コースからさっせ勝利、この絶好学番を生かしきりたい、果たせ日をまたいで連勝なるかどうか新海渡るです。横からパンチ力で圧をガンガンかけてくるが2号艇の菊池光平、さらにこちらも昨日は伸び返しの雰囲気のイン速攻でしたが3号艇の浜野谷健吾、関博弥昨日3着6着、今日はこのカード1走で関博弥が今後方に下がり4カードです。矢野蓮司が5コース、ドリーム戦は2着スタートでありました茅原優希、前見からとにかく足の雰囲気、軽快さを語りますが6号艇の茅原優希、周回展示は鋭角なターンが光っていたが果たせ1番カーン3番4番5番6番です。予選競争の第5レーススタートしました。1番2番6番3艇交代に2号艇覗いていますが1号艇ダッシュが引いた0台踏み込んで1号艇の新海渡がコーナー先手、2号艇外の攻撃止めながら3号艇5号艇打ち切り込んだ矢野バックへ入った飲酒道圏1号艇の新海渡であります。2番手の次は矢野が混戦を枠取られたが2号艇まだ覗いています。2号艇菊池光平後方3番のドドッと浜野谷茅原スタート前提正常5号艇がつけて回っていって6号艇がクルリンバット6号艇ウィリーをしてきた6号艇の茅原、しかし5号艇の矢野蓮司が2番手優勢であります。前提スタートは正常、矢野が2番手で5号艇で追いかけて伸びて絡んできて追いついた6号艇の茅原優希、コーナー落としながらくるっと回したと6号艇入っていた5号艇の矢野蓮司、出口でボードを返した6号艇の茅原優希、後方3号艇の浜野谷2号艇の菊池光平、ラスト4号艇ポツンと関博弥であります。バック伸び強烈、浜野谷潜り込む、矢野がここを飲み込んでいて茅原が打ちを狙って V 座し、しかしながら5号艇の矢野が踏ん張った。1番5番1号体系で新海渡が独走、日をまたいで2連勝、5号艇の矢野が2番手です。茅原優希さらには浜野谷健吾とかなり足の面ではレベルが高そうな雰囲気で3号艇の攻撃止めながら6号艇の茅原優希、3号艇外行ったんですがおっと6号艇少しボートが浮かんだ出口でありますが6号艇の茅原優希ボート半分差まで来ています。3号艇の浜野谷健吾後方ちらっと確認、菊池がそこにはいますが少し間隔が空いているほど確認、3号艇の浜野谷最後は外追走、茅原優希が3番手をキープであります。1番5番6番先頭1番の新海渡るゴールイン、2着で5番の矢野蓮司、3着6番の茅原優希、3番浜野谷2番の菊池、4番の関ゴールイン。新入駆け日動いてくる4号艇ベテラン陰屋の西島義則、陰で抵抗主張の1号艇の大峰豊、外の今垣峰あたりも様子を伺いますが長田頼宗渡辺美も主張気味で142356、ただ誰から下げるかどうかというスタート展示は前提がスローでした。ややファンのその予想という面でも悩ませたのかオッズは割れ気味、一番人気が156でもどうやら 14.6 倍が締め切り直前のオッズだったようにも感じます。大峰豊の陰線、西島義則が2コースです。3コースに2号艇の長田頼宗、4コース角にして3号艇の渡辺由美です。峰竜太昨日 SG 久々の復帰戦でドリーム勝利を飾っています。サイアウト6号艇今垣幸太郎は昨日は3着2着スタート、本番は4カドに渡辺由美です。
高額の大峰豊は100ジャストか。1番4番2番助走取り3番5番6番です。前半ラストカーディオ選競争第6レース、スタートしました。1番2番5番3艇好タイミングでありますが、1号艇ダッシュが効いた。1号艇の大峰03あたりが踏み込んだ。2号艇センター3コース、2号艇の長田クルッと、4号艇ですが、2号艇シャープな旋回繰り出した長田ウルミネ、まくり出し好旋回で突き抜けたか。1号艇の大峰踏ん張って、高価格号艇の峰竜太が押し上げ上がっていく。前提スターター正常であります。トップで回った2号艇の長田、2番手1号艇の大峰でありますが、5号艇峰絡んでいた。コーナー先手を取ったが2番手です。1号艇の大峰が指しています。出口でボートが警戒に帰ってきた。5号艇の峰竜太追撃。2番1番5番が上位を形成で、先頭2号艇の長田寄り目であります。さあ内目ラインを変えながら、1号艇の大峰に見える距離につけた。5号艇アタック観光、1号艇かぶせを抑え込んだ。若干 V 寄ったこうですが、6番4番クロス迫ったら、おっと4号艇若干ジャンプ気味。5号艇の峰竜太は前を前をもう一度立て直しながら押し上げてくるが、1号艇の大峰には定冠王が3艇身という状況であります。大峰が2番手ターン、独走2号艇の長田頼宗、1号艇の大峰の後方、5号艇の峰竜太追走。大峰はかなりうまく牽制しながら回りますが、リードがその差4艇身ぐらいであります。長田頼宗本番はセンター3コースいいダッシュを乗せながら、1号艇の大峰のところ入った2号艇、まくり出した2号艇の長田、1号艇の大峰若干 V 寄り気味、しかしくるっとうまくボートを返しながら、5号艇の峰竜太まだまだ離しませんとばかりに後方圧力をかけてくるが、1号艇の大峰豊2番手。ラストコーナーに5号艇の峰竜太、大峰を追いかけてくる展開でありますが、縦幅十分踏み込みながら使って V 行きはさせてくる。それでも1号艇の大峰キープであります。先頭2番の長田通り、2着で1番の大峰、3着で5番の峰竜太です。6番の今垣、3番の渡辺、ラスト4番西島通り。ボート界伝統の SG 第70回蒲郡ボートレースダービー2日目の攻防サイトが後半戦であります。当然のごとく動きを見せる4号艇の井口昭雄、インデ抵抗主張突っ張って大整備にも施して登場ですが、1号艇の吉川元弘です。吉川がすでに前方側、江口も続いて向けてきます。さあそんな2人を睨みながら、2号艇の馬場吉也、昨日ドリーム本番になって伸びの部分だけがという、今日は調整作業を施しながら2号艇の馬場、ドリームは道中のコーナー戦での競り勝ち3着でした。2号艇馬場、3号艇の山田浩二が4コース戦です。こちらも整備に挑んでいる山田浩二、平本正幸が5コース、ようやくターンの雰囲気疲れ感がなくなってきたのか、最アウト6号艇、こちらは少し初日から足の雰囲気良さを感じながら、6号艇の新田雄志、この6枠をどうポイントアップにつなげるかどうか。3号艇から後方に下げています、中段に2号艇の馬場です。吉川のイン、江口にコースとも200前後で、1番4番2番ダッシュ3番5番6番です。落としました。センターからアウトより2番3番5番あたりがいいダッシュ、4号艇覗いてきた、2号艇もいいダッシュ、2号艇の馬場つけ回った、決まった。3号艇乗ってくるが少し引っかかり気味では入り込んだが、3号艇山田浩二、2号艇の馬場の仕掛けの展開乗っかって、3号艇山田創生するすると6号艇バック、5号艇よりも出てきた6号艇の新田雄志から6号艇の平本、前提スターター正常であります。3号艇山田トップで回った、前を取りながら2号艇の馬場、6号艇を回して切り込む旋回でありますが、3号艇山田浩二先頭、2号艇の馬場吉也2番手、3番手2号艇の新田雄志、5号艇の平本は定冠2艇身という状況で追撃、1号艇の吉川、ラスト4号艇の江口が続いています。6号艇の新田雄志は前を前を追っていますが、2号艇かわしながら2号艇の馬場吉也、
番である5号艇の新田裕志が前の後続でフラットしているが、5号艇の平本が近づくか、距離を一気に詰める。その差ボート半分から横まで並べてきた5号艇の平本正幸。また6号艇に行ったの方が覗き気味からつけ回った胴体から思い切った6号艇。しかしながらおっとフラフラっと6号艇、前の構成にふらついた6号艇の新田裕志、5号艇の平本正幸、逆転に成功であります。3番艇2号艇の馬場吉也がセンター3コースからいい出しを強気にいって1号艇抵抗、その分だけターンが流れたところには3号艇の山田の差し旋回が入りました。2号艇の馬場仕掛けの展開、3番手道中逆転でようやくターンの雰囲気進み感が出てきたが、5号艇の平本三札ゴロ体系です。新田惜しくも4番手に交代で、からの1号艇の吉川、ラスト4号艇の江口が続いています。最終コーナー山田馬場、そして道中逆転で平本が3番手、先頭3番の山田浩二ゴール、2着で2番の馬場吉也、3着で5番の平本正幸、6番に行った1番の吉川、ラスト4番の江口ゴールイン。2日目の攻防は予選競争の第8レースを迎えています。スローダウンは枠なりで宮地元樹、池田浩二、深谷智弘、岡崎康弘、井口義則に寺田翔という対戦メンバー6人です。昨日は5着大敗、前走3着、ここは勝負どころと心得ているでしょうが、スタート張り込まないと、そんな雰囲気の宮地元樹。池田浩二、2節前にチルト3度で叩かれていたプロペラ、前回叩き変えられていますが、まだまだ癖が残っているとばかりに癖と戦っていますが、今日は幾分旋回の後期もスムーズになってきたのか、スタート展示もスリット付近からは覗きます。池田浩二、深谷智弘もなかなかの手応えを初日は語りながら、今日はターン系統にかなり触れたか。3号艇の深谷、4号艇の岡崎が後方に下がり、昨日ピン4の岡崎康弘は今日一走入魂。前走はらしい4角まくりでしたが、井口義則は連勝のチャンス、寺田翔は初戦は勝利を飾りました。今日はこのカード一走です。スタート10秒前となります。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。2秒、スタートしました。6号艇トップタイミングでしょうか、インセンター揃った。2号艇出しが効いたが、1号艇の宮地も十分抵抗できる位置。3号艇が変化は繰り出していて、くるっとボートを回した2号艇ですが、ターンが流れた。イン速攻で1号艇の宮地元樹、2番手は3号艇の深谷が優勢であります。4号艇の岡崎康弘、距離を詰めてきますが、さあ3号艇の方がまだ覗いています。前提スタート正常であります。2番手の激戦状態は圧をかけながら、フェイント変化で3号艇手前でボートを抜けている。キックの旋回、3号艇の深谷智弘、4号艇の岡崎が3番手、1番、3番、4番、ゴールド系前を通過していきます。2号艇の池田浩二、一瞬は波に入り込んだんですが、そこから追い上げてはきています。後方5番、6番と井口に寺田が続いています。バックへ連れていくクリアですが、3号艇2番ターンの深谷、4号艇かわしていた4号艇の岡崎、2号艇の池田浩二ですが、現在4番手、4号艇の岡崎との定冠ですが、バック周回はその他の方が固定心と空いています。主導権気合で握りました1号艇の宮地元樹、そして3号艇の深谷バンター、2号艇押し上げる。しかし4号艇叩いていって、4号艇の岡崎が3番手をがっちりキープの体勢で、予選の第8レースラスト 600m の攻防に向かいます。ここはポイントアップにも気合が入ったでしょうか。1号艇の宮地元樹、3号艇の深谷智弘が2番手、4号艇の岡崎康弘が3番手、池田浩二は4番手です。後方6号艇の寺田、2号艇の井口が続いています。3走目待望の初勝利に向かって、1号艇の宮地元樹、3号艇の深谷智弘が1番手、4号艇の岡崎が3番手という予選競争大勝ちレース。フォーメーションは1番、3番、4番、先頭1番の宮地ゴールイン、
2着で3番の深谷、4番の岡崎が3着、2番の池田、後方6番の寺田に5番の井口、ゴールイン。寸分たりとも目を離すことができない興奮の SG サバイバル。2日目の攻防は予選の第9レースを迎えています。すでに定段から離れているのが6号艇の佐藤翼、枠なりで入りそうです。昨日は2着2本でポイントしっかり弾んで、ここ絶好枠番で必勝体制で来るでしょうが、地元ホームコースの赤岩義雄です。さあ今シリーズに旋風を果たせ巻き起こすかどうか、新海渡るは現在2連勝中。羽野直也、ドリーム6着、前走3着、このカードに向けてはさあかなりグリップ力高まったような、そんな周回展示だったが、羽野直也1、2、3が締め切り直前は3連単1番人気でした。地元の岩瀬雄介、ポイントを集めたいところ、前走5着大敗でした。岩瀬が4稼働、高橋龍也はSG 戦線2走目となります。サイアウト6号艇の佐藤翼、風もほんのかすかな向かい風気味ですが、静水面が舞台ではあります。今オレンジ色の12秒針が回転、10秒前となります。1番から3番助走を乗せて、4番5番6番です。2秒1秒、スタートしました。2号艇、5号艇、いいダッシュ、1号艇も出しが効いた、1号艇中岩義雄がコーナー到達には余裕がある。コーナー先手、3号艇まくり出して、この新海渡る3連勝なるか。1号艇中岩が踏ん張っています。3号艇まくり出し好旋回で、3号艇の新海渡る今シリーズに旋風を巻き起こすか。3号艇の新海渡る前提スターター正常であります。1号艇中岩2番手ターン、4号艇の岩瀬雄介絡んで回せさす。1号艇中岩、この間に3号艇の新海渡るが独走態勢に続く。3番1番4番ゴード系迷を通過していきます。5号艇の高橋龍也に2号艇で引っ掛けて、5号艇の羽野、ラスト6号艇の佐藤翼が続いています。番手争いですが、2号艇絡んでくるも、4号艇外バイクでかわした4号艇の岩瀬雄介、3番1番4番が上位を形成であります。まさにこれは狙い撃つかのような、3号艇の新海渡る見事なまくり出し。1号艇の赤岩義雄が2番手、4号艇の岩瀬雄介3番手、向こう正面からボートが次に返されますが、2号艇の羽野直也ボートくるっと返しながら追い上げるが、岩瀬まだまだかわしています。感覚の方が岩瀬と羽野、ボード系前では3点審判。4号艇の岩瀬雄介先行するが、2号艇の羽野が圧力をかけてくる。3周回出し3マーク潜り込んでくるが、岩瀬雄介叩いてかわした。4号艇の岩瀬、3番1番4番の体型であります。さあこれでシリーズ土つかずの3連勝となります。3号艇の新海渡る、1号艇の赤岩義雄が2番手、4号艇の岩瀬雄介3番手、最終コーナー回って最後の直線であります。まもなくゴール、先頭3番の新海渡る、お見事3連勝ゴールイン。2着で1番の赤岩です。4番の岩瀬が3着、2番の羽野、候補5番6番と高橋、佐藤を